割と両極端の選手しかいなくて、折り畳みがたら、酒井宏樹です <laughs> よって、センターバックでなるべくやってほしくないなっていう伊藤敦樹ですかね、<お>対世界の時にはこっちなんだなっていうのを、古橋<お>ですね、そういう感じでさせると、彼のやつは全く出ないんで、鎌田、鎌田がスーパーになったら、チームもスーパーになる。 そうっすねあんまり6月から変えなかったなって感じなんで6月の活動にかなり自信を深めただろうなということは思いますね。かといってすごくカタールに戻したってこともないし、まあ、このやっぱり6月の自信を感じるようなリストですねこれは。初招集もマイクマだけで、まあ、サイドバックを探しているってところに1人加えただけなんでほ、まあ、本当その手応え前回の手応えってのをそのままぶつけたいような。 自信を感じるリストです、ね、まあ今回はヨーロッパでやる試合なので、あのー、ヨーロッパ組というかヨーロッパのクラブに所属している選手が中心になるだろうというような容易に想像できるとこでしたが、J、リーグからも選んでるんででるすねそれは選ばないとやっぱり足りなかったのかなっていう <laughs>。ああ長崎で まあ、プロに上がってからフォワードからサイドバックにコンバートされたタイプの選手で、まあ、やっぱその攻撃に絡んでいく時のなんかこうセンスみたいなものはある選手なので、まあ、そこを買ってるんだけどなんかこうサイドバックの選び方がものすごい攻撃的でちょっとウイングハーフ寄りみたいな選手ともうこのセンターバック寄りの選手と割と両極端の選手しかいなくて。 両方いくようなこう正統派サイドバックって多分、菅原ぐらいしかいないんじゃないかなっていうこのサイドバックの選び方はなんかちょっと気になるところだなとは思ってるんですけど意外とそういう選手は選ばないなっていう、うん、サイドバックに関しては多分、なんだろうオープン枠じゃないけどいろんな人を毎回試しながらやってていろんなタイプも試しながらやってて,もって,てもういざとなったら坂井宏樹でいくっていう <laughs> 長友もね、最近いいですしね、東京で。いやそうなんですよね なんか前回の2次予選の時もそんな感じでいろんな選手、えっと、東京の小川とか呼んだりとかしてだけど2次予選ではすごくマリノスの松原とかも呼んだかな二次予選ではすごく輝いたんだけどそこから先の強度守備強度みたいなところで振り落とされていって結局酒井宏樹と長友みたいな風になっていった覚えがあるんですけどそこでマイク・マラー森下なんか振り落とされないっていうのも一つのポイントですよね。右は多分 まあ決まってるんだろうとは思うんだけど菅原がファーストチョイスなんだろうと思ってうん、うん、左がまだあんまりはっきりしてなくて町田も呼んでて町田はオリンピックの時にも左でサイドバックで使いましたよねなんか途中からだったかもしれないですけど、まあ、だからそこでも考えてるんだなと思うんですけど冨、まあ、安ができればとりあえずもそうですね、うんまあ、あと伊藤洋樹がいつでもいるので確かに <laughs>、はい、だからそのセンターバック寄りのサイドバックが十分揃ってるんですよね 右から左まで全部、うん、だから攻撃的な選手を探しているような気がするんですけどにしてもすごい攻撃寄りだなっていう、うん、感じもあってまあいずれにしてもサイドバックに関してはまだ決定打がないって感じなんじゃないですかね。うんうん、ですね。逆に言うとあとは大体もう決まってるっていう感じですよね。<laughs> 本当に まあでもマイクも結構期待してますね、セレッソの試合見てても、なんか一番怖い選手っていう感じがしてくるし、の中で今回の注目選手、一人、誰か挙げる一人、まず一人、一人、富安、その心は。出るか出ないか分かんないから。<laughs> で、一応、僕はセンターに置くより、左に置くんじゃないかという気がします。うん えー、今後ずっと使えるかどうか、まあ、みんなそうだけど、特に怪我が多いので、ちょっとセンターで使うよりはサイドで使ってみたいっていう感じの方っていうのが一つと、ワールドカップ同様に押し込まれたときに、センターバックができると、うんえー、という感じですけど、センターバックでなるべくやってほしくないなっていう意味で、富安選手。なるるほどねセンターバックがあんまり試合ごとに変わるっていうのは ちょっと困りますもんねそれはね、うん、ていうか5バックで守るっていうのはあまり発展性がないのでそれじゃワールドカップと同じでうん、うん、なんていうのギリのところを運がよければ勝てますみたいな感じになっちゃうからね。そうですねで左の前三笘がいるんでそんなに絶対上がんなきゃいけないっていうわけでもないし。うんうん 左可能性あるかもしれないです、ね、なんかそんなに左でまだ伊藤洋樹も左サイドバックで良かった印象ではなかったね。中でやったほうがいいセンターバックでいった時は良かったと思うんで左でまあ3月6月でそんな良かったっ印象のある選手はあんまりいなかったかなと思うので冨安は結構あるかなとは思いますねただ森下がすごく良ければ、うん、今回の2試合どっち出るか分かんないけど、うん、結構決まっちゃうかもしれない。 それほどないただ右であのアスナルでホワイトが確定しちゃったんで左で使われてるで,でも左も何人かいるんで常時レギュラーっていう感じでもないのでただ左足が使えるということとあとは基本的な何だろう運動能力とかスピードとかっていうのは、まあ、左右それほど関係ないだろうっていう。 左もできるんだけどいわゆるウイングを兼任するようなサイドバックではないですねで、やっぱりそのユーティリティという特徴は使えるんじゃないかなとまあやってほしくはないけど簡単に3バック5バックできるっていうまあそこら辺の形を自由に変えられるからいろんなことがトレンドになるのかなと思うんですけどそれともう持ち運ぶときにはボランチのとこにも入れるみたいなのが、まあ、富安まさにそういうタイプだと思うんですけど それやると伊藤博樹もできるんだ。そうですね。うん。なんなら町田もできないことはない。そうですね。同じようなタイプ。う,うん。そういう人が多い。そう。まあ谷口もそうだし。そうってね、逆に言うと森下ができない。そうですね。うん。森下はもっと完全に攻撃よりというかサイドより。そう。意外とトレンディなサイドバックが揃って。いるってことです、ね、そう。うん。日本。<laughs> まあでも守備戦望みやすってわけじゃないので、さっき言ったようにボール運ぶところでも絶対いい働きするので。 そっちでまあ押されるような展開から出していければいいんじゃないですかねそうですねあの一、ー、人は伊藤敦樹ですかねおいやなんか残ったのが意外だったんですよ正直落ちるだろうなと前回の経緯が追加招集できてでなんかこう前日試合前日に呼ばれて まあ試合の流れもあっていきなり練習もせずに出るっていう森保ジャパンでも日本代表でも相当珍しい、まあ、森保さんの起用の仕方からしてれば相当、まあ、天変地異みたいなぐらいのことが起こったと思うんですけどそこから残ったっていうのがこれまた意外でこれ3月6月呼ばれた選手も相当ここで落選してるんですよねでも残ったっていうのはすごい驚きもあったしこの1 8 5センチこのビッグサイズで,でセンターバック大学時代やってて。 裏切ってから体力的なところは結構問題になったんですけど今もう今シーズンちゃんと90分走りきれるボランチになってきててこういうタイプの中盤の底をやっぱ欲してるんだなと、うん、J リーグ他かにもいるじゃないですかその辺のいい選手渡辺宏太だったりとか結構いろんなチームいるけどやっぱこの伊藤敦樹タイプが欲しいんだなっていうのがそうだと思う、うん、かだから4 − 1 4 1を本気でやるつもりがあるブラジル代表でパウリーナって言うの知ってるボランチいるんだけど ボランチで守備完全に守備型なんだけどゴール前に出ていって点取るの間はないんです <laughs> 間でなんか細かいこととかやらない <laughs> バンってゴール前に行って点取るバルセロナでも結構活躍したけどパリで日本ともやってるんだか点取ったりしませんでしたっけど違ったかなあれじゃないかな<だ>まあまあ,まあでゃなりますあれはコンパクトな4 − 1 − 4 1でやってると、うん、取りましたってなった時に 割とあの辺からバーンって飛び出していける人って意外性があるんですよ。はいはい、で距離もみあの引いてるわけじゃないから短いから飛び出しやすいし、うん、まあ誰が飛び出してもいいような感じでやれればすごく効果が大きいんでこのタイプはやっぱり置きたいいんだなってっすごいわかるまだ日本人でなかなかいないタイプでもあるんでどっちかというと渡辺剛太タ,タイプの方がやっぱ多いのかなと思う。うん すごくいいプレーしてるんで呼んでほしいなと思う選手なんですけどただ対世界の時にはこっちなんだなっていうのを感じる選出だったなっていうインパクトありましたね僕は。もうサイズがあってヘディングでも競り合えるしセンターバックをカバーに回してヘディングをできるんでそれも大きいですしでそこでの,あの体の強さですあとは、まあ、走力なんか渡辺宏太もある,あるので。 まあ一番そこで体で守れるってところじゃないですか相手に対してでもセンターバックにも入れるのでそのまま落ちることもできるし、まあ、一番大きいですよねそこが、まあ、遠藤がワールドカップの時に脳震とで結構トラブルを抱えてたんでそういう意味でもそこにいる選手っていうのはまあ考えてるんじゃないですかねサイズだったりこの、まあ、デュエルですかね1対1のところは。 まあ重視しているのかなとは思うんですけど前に出て行く力もありますよねそれが多分魅力だと思うんですよね、うん、それを生かしたいということなんじゃないかなと僕はですね古橋ですねその心 まあ4 − 1一4 1をやった時にもう一つ僕が印象的だったのがワントップにかかるその負担比重ってのが大迫いた時よりも減ってるなと思ったんですよ。サイドの崩しをインサイドハーフとウィングとサイドバックに結構任せるんでワントップがそんなにいろんなことしなくても良くなって大迫時代からちょっと変わったないよいよワントップがワントップらしく点を取る仕事に集中できるのかなってのをちょっと感じたんですよね。で古橋のプレイスタイルっていうのは完全にそっち側だと思うんですよ。あんまり こういろんなとこ動,動いたりポストプレーでディフェンダーのこう視界の前に入ってきたりすると彼の良さは出ないんでやっぱり視覚に基本的にポジションを取ってそこから駆け引きするタイプですけど、まあ、中盤に関われみたいなこのいろんなタスクを与えられるとそのポジションを取れなくなるのでいよいよこの古橋らしいストライカーの力が発揮できる形ができてきたのかなっていう期待はあります。その意味ででで、まあ、語る前まではハマらない選手でしたけど ハマってきたら面白いなというところで、まあスタートは多分上だか前高でしょうけど、途中からフラッシュで,できたら面白いんじゃないですかね。だいぶタイプ違うので、そのワントップの役割が変わったっていうところも,もう少し、えー、詳しく聞きたいんですけども、いつ <laughs> から変わってきた感じじゃないですか。うんでもまあ特にこの四一四一やったときにすごく感じましたね。だからまあそのワントップに求めるものが。 大阪がやってたことを引っ張りながらそこで収まる選手が欲しいみたいなこととかっていうのをベースにしてやってたしで守備の,このスタートなんかも大迫戦術がすごいあるのでプレッシングのスイッチを入れたり調整したりするのがすごい上手なんですけどいろんなことをやってって求められる中で大阪を見て9.5番タイプじゃなければはまらないような感じに日本になってきててどうしても。 点を取るだけのストライカーみたいなものは日本,日本人のこう感性に合わないっていうかあんまりそういうふうに起用してもらえなかったというか上田なんかが入っても彼の良さ全然出ないですからね、今までは。それがこのやり方なら出るんじゃないかなっていうそこまで再度流れなくてもいいし中盤下がらなくてもいいっていうところでゴール前の駆け引きに集中できそうだなっていうのが期待できますね。それ 特に古橋ですね。上田は、まあ、なん、体強いんで、なんだかんだそういういろんなことを求められても。まあ、相手に競り合ったりとかっていうところでもできるんですけど。まあ、特に古橋は、そういう彼の取りたいポジションを取らせてやらないと、何もできないと思うので。だから、ちょっと、楽しみですね。そうなった時の彼が。まあ、クロスへの入り方とか。うん、まあ、単純に裏を一発で取るとかっていうところは、やっぱり。ちょっとず抜、ね、ずんぬけて思う。ありますね。で、あの、六月の試合でも、確か、一回、相手の司会にいたところから。 ファーににに来なかった時にサッとこの前に出る、まあ、ニアに来るにしても一回消えてから来るんですよねその時の一瞬のスピードが速いのでフリーでニアでも合わせられるっていう彼のスタイルだと思うんですけどだからそういうのっていうのはもうその取りたいポジションを取らせてあげないとダメなので例えば必ずニア入ってきてくださいとかって支持するチーム多いじゃないですかワントップは必ずニアに来いとかなんかそういう感じでさせると彼のよさ全く出ないのでだからうん。 パスクが減ったこのワントップの中での古橋っていうのは面白いいいんじゃないかなかっていうところですねやっぱり横から入ってくるボールに対してのマークの外し方一瞬に外しせる能力っていうのはかなりずば抜けてると思います、えー、で日本代表の攻撃のアプローチってサイドアタックだから、うん、伊藤と三まだから基本そうすると中で仕留められる選手って絶対必要なんで、うん、そういう意味では古橋はすごく重要な、まあ、上田もヘディングも,もちろん強いんですけど 特化型だから古橋の場合は、うん、で今のところ4 − 1 − 4 1であんまりねやっぱり練習時間もないから、うん、センターフォワードに関しては何も整理されてないっていうか放置してると思うんだよ。なでビルドアップした時にここに落ちてこいとかってそういうのあんまりないと思うんだよね。うん、とにかく点取りみたいな感じだから <laughs> 今すごくやりやすいというかそれは感じます。うん 鎌田この人を使えるかどうかは結構面白いなと、うん、それは監督の問題でもあり本人の問題でもありっていう感じで <laughs> だから4141やるんだったらインサイドハーフなんだよね、うん、でインサイドハーフとしてどれだけ適性があるかあるようでないようでって感じなんだよね あることはあるんだけど、うん、ドンピシャって感じじゃないんですよ。さあ、うん、それをチームとしてどう生かしていくかっていうのはちょっと面白いなとは思ってます、うん。どの辺ですかそのカマドンピシャじゃない。なんとなく僕イメージとしてわかるんですけど。えっとね、ドンピシャである必要は実はないんですけど、<ー>じゃあ四一四の真ん中ってアンカーがいて右インサイドハブ左インサイドハブでしょ。うん、これ均等じゃないですか。うん、で。 均等に見てしまうと、両方の役割が番なんですよ遊んじゃだめなんだよ、だけど、田は番番番っぽいちょっと言い方面倒くさいけど、この、ある意味、癖のある選手だから、ここをどういうふうに生かしていくのかなっていう、生かしていく、はないし生かされていくのかっていう、もうちょっと興味があるという感じですね。なるほど まあ久保もそうだけど、うん、久保は最終的にウイングになっちゃうのかなっていう感じもす,るですね,そ,うですね僕もそんな感じです、ね、<laughs> ちょっとインサイドハーフとしてやるには強度がドアのほうが信用できるっていう感じはあるでしょうから,、うん、だから鎌田はフィジカルも強いし、うん、すごく面白い選手なんだけど、うん、一気に信用なくすようなプレーもするので <laughs>。 まあ確かにその辺がちょっとと面白いいいんじゃないかなか思いますある意味鎌田がスーパーになったらチーーームもスーパーになるまあそうですねだからってボランチタイプをそこに全部並べたらじゃうまく機能するんだろうけどでもそれで点取る時はやっぱ物足りないしってっ鎌田とかの外からも決めれるとかスーパーアシストするみたいなのも欲しいし。 だからなんから難しいですよねそこ森田タ,タイプが2人並べばそりゃ安定はするんだろうけど、うん、<laughs> 信頼もできい機能性としては求められてるのは実はそうなんだ,うん、うん、だけどそういうチームって多分うまくいかないと思う,うん、うん、片っぽはなんかそういう仕事を無理な嫌々いや,いや,やりながらも <laughs> <laughs> なんかすごい癖のあるやつがいるっていう方が、まあ、チームとしては面白いだろうが。 まあそういう癖のやつがいるから自分はこっち側に寄せてプレーしなきゃいけないってある意味指針もできるからまあ機能しやすいかもしれないです。アシンメトリーの方がうん動き方アシンメトリーじゃだめなんだよ。うんうん、うん、でもなんかクオリティ的になんか違うっていう <laughs> 感じ。うん、うん、そう森田手って並べちゃうとそこは重大点もう100点で言います。であと何やっていう感じになっちゃうと思うんで。うんうんうん。 鎌田はそこが時々抜けるんだけどそれ以上のことはやる時がある、うん、だから癖があるかなっていうふうに思いますけど旗手今回いないいなででですすけど、け怪我でしたよ、ね、怪我みたみ、ねうん、そう旗手がいなくなると古橋もどうするんだろうなってちょっと思うところがあってやっぱり誰かゴール前に入ってきてくれないと生きないと思うのでそれ鎌田やるのか森田やるのか。 うん、中盤にも絡むなぁとは思うんですけどここで叩きのめしに行くのがもうすごい楽しみですね雪辱来るので虫穴が出てくればやりにくいとは思います一番気になるのはやっぱ厳しいかな三笘と伊を止められるディフェンダーって今いるんないる、ね、でしょうこれ <laughs>